愛子様が欠席中も、公務を続けられていた雅子様だったが、現在、4週連続、で学校をご欠席されている学習院女子中等科3年の愛子様。当初は、愛子様を東宮御所に残し、お出ましを続けられていた皇太子雅子様もついにダウン。10月21日から、岩手県での、全国障害者スポーツ大会、などに臨席する予定でしたが、最近の公務や愛子様の看病のお疲れを理由に、前日にお取りやめが決定しました。宮内庁担当記者。雅子様のご病気について精神科医で教育評論家の和田秀樹さんが指摘する。適応障害、と診断されている雅子様ですが、実は、双極性障害2型、という、軽い相当鬱状態を繰り返す病気の一種である可能性もゼロではないと思います。最近の雅子様は活発に活動されているそうですが、今まで鬱状態だった人が40、50代になって突然、そう状態になることもあるのです。すると、自分の子供のことも目に入らなくなるほどのハイテンションに陥ることがあります。愛子様が雅子様のそのような症状に陰張られる形で活動し、お疲れを溜めてしまった可能性があります。ある皇室関係者は、雅子様の異変を証言する。宮内庁関係者が、この夏頃に雅子様とお会いする機会があったのですが、驚くほど元気で朗らかでいらしたと言っていました。逆に雅子様が、頑張りすぎているのではないかと心配していたのです。この夏は陛下が、生前退位、の意向を示され、次の皇后となる雅子様のお気持ちも高まったのかもしれない。そんな活動的になられた雅子様に、愛子様も影響され、オーバーワークとなられたのだろうか。ついこの間まで同行されていた雅子様と愛子様を残し、一人岩手に旅立った皇太子様、56、は、原因のわっきりしない状況をさぞや心配されていることだろう。1、週刊女性、関連記事、外部サイト。雅子様がお忍び出席された学年会でのご様子を同窓生が語る、表情が違いますね。高畑雄太容疑者を性的暴行に走らせた原因、精神科医が指摘したサチリアージス。雅子様、皇太子様とのご婚約から24年目を迎えられて、